体型頭部、底坊主とは、上吉な足路目に属する魚類の一種。足ロ目の深海魚の中では、最大級で体長50から100センチメートルになり、最大では2メートルを超すという大物もいると言われる。体色はくすんだ、白灰色。やや太長い体型をしており、足ロ目の魚類の体型特徴がよく出ており、尾ひれがなく、腹気が糸状になっている。口先が、 やや丸く、頭部はやや大きめで、体に比べて小さいが、目立つ黒い目を持っている。名前の由来は、深海底付近に生息していることと、頭部の見た目が、つるんとした、滑らかな要望から、堤防図と呼ばれるようになった。日本近海の深海底部を住み場所にしている。通常生息深度は1000メートル未満5000メートル付近だが、 時には6000メートル以上にまで分布域を広げる場合もあり、深海魚の中でも高水圧に対する耐圧性が非常に強い種であると思われる。深海魚のために詳しい生態や繁殖については不明。幼魚時代は表層で浮遊生活をしている。深海に落ちてくる生物の死体を主な常食にしており、体をゆっくりとだが、 活発に泳がせて、表像部から落ちてくる生物の死体を待ち受けている。その体の大きさは3000メートル以身の深海底では最大級の動物であり、死体の他にもそこに集まる動物を捕食、または巨体に物を言わせて独占するとも思われる。その体型と筋肉構造から早くは泳げないものの、深海という栄養や餌の乏しい世界で無駄な、 体力消費を抑えるようにゆっくりと、しかし活発に動いて海洋上層部から降ってくる生物の遺体を確実に探せるような持久力を持つように、そして移動距離を稼ぐために巨体になったとも言われる。ありがとうございます。